皆さん、オンチャレットです。今回ですね、毎週やらされます、今期2023年春アニメ海外キャラクター人気企画ランキングトップ10やっていきたいと思います。というわけで、今回は第8週目の海外キャラクター人気というところでね、まさかの1週遅れての、驚きとなりますが、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。でね、今回のランキングなんですけども、とんでもなくなってますね。なんかマジかいみたいな。推しの子がね、休みだったわけですよね。ランキング退職会ってなったというところで、まあ、前回、女性キャラも男性キャラも、推しの子のキャラが1位だったというところなんでね。まあ、1位はまず入れ替わるんですよ。これ必然的にね。っていう中で、もうマジかよみたいになった、とこもありましたんで、まあ、ぜひそれをね、皆さんとこう共有させていただきたいなと思います。いつものアニメトレンディングさんの、全部で3問ですね。女性キャラも男性キャラも2人組問っていうことで、やっていきたいと思います。はい。ではまず、ね、早速女性キャラもトップ10から紹介していきます。次ですね。こちらというところで、レディガガ第1位でございます。おめでとうございます。え、誰ってなった人おるやろ。いや、これ彼女が膠着店に行った理由ってキャラの作品の主人公なんですけど、えって前回さ、2位に上がって、なんでこれ人気なんだろうね、こんなに。もうすげえ謎なんだけど、これ。いや、もう本当に謎のやつ、全然何も理解できない。もう切っちゃってるしね、これ。彼女は公式で言ったりとか2話ぐらいで切っちゃってて、国内で見てる人ってかなり少ないんじゃないかな。まあ、でも配信機ランキングが意外と見るとね、意外と高いところにいるんで、まあ、見てる人はいいのかなと思いますけどね。なんすげえこれの謎だわ。いや、こんなことないよ。こんなことないですよ。この海外から人気で。普通はね、アニメトレンディングの作品別1位がもう1位に取るんですよ。だから正直あんま思んないっちゃ思んねえ、そこに関してはね。作品の1位の、作品の主人公が1位とかさ、もうそれまあ鉄板なんだけど、何が起きてんだこれ、今季。で、マガリサルちゃんも2位だってさ、なんかすごいランキングだね、これ。第2位、久保、第3位、久保なぎさちゃん。もう別に嬉しいけどさ、これ。第4位、我らのね、山田アンナちゃんがね、4位まで上がってきましたよっていうところなんですけど、久保ちゃんとか7ランクも上がってるしね、どうなってんのこれね。はい。第5位は岩倉三つみという、三つみね、5位。第6位、スレッタ。第9位、ミオリネという子ね、ガンダムも、はい、続々入ってきたという中でね、木下茜第7位、第8位が伊崎司ちゃんという子ね、初めて入ってたというところで、よっしゃというところなんですが、注目すべきは第10位、甘露寺みつりというね、ついにみつり入ってきたねーというところね。みつりん大活躍会はね、この次のランキングなんで、ね、皆さんお楽しみにということなんですけど、僕もこれまだ見るの楽しみなんですけど、ようやく帰ってきたか。なんか鬼滅の海外に厳しすぎんっていうのはもうずっと僕は思ってるんですけどね。ようやく帰ってきたかっていう感じだね。注意と。でもね、はい。という、まさかのレディアナが第1位というびっくりランキングでございましたがね。つかすちゃんとかね、みつりんとか入ってきてね、そこ嬉しいし、山田ちゃんとかもね、もちろん順位が上がってきて、そこも嬉しいし、でスレッタとミオリネ、ノーコメントでお願いします。はい。では、続いて男性キャラもトップ10紹介していきます。それがですね。こちらというところで、天国大魔教、マル君1位でございます。おめでとうございます。まあ、前回ね、星野アクアマリン君が1位取ったんですけれども、まあ、2位がマル、3位がキルコだったんで、それがまあ繰り上がってな感じなんですよね。まあでもなんかマルが1位っていうのは、改めてなんかびっくりな正直感じもするんですけどね。第2位がキルコ、もうこれはちょっとノーコメントでお願いします。第3位が山田明人というところで、4ランク上がって3位というかね、ランク上がってきたね。マル君はっけえからマジで。第2位が市川京太郎というところで、やっぱ市川いいよな、マジで。あ、山田君、やっぱね、山田君じゃない、もうわけわかんない。山田いすぎやろ。僕やばらやっぱ魅力ってね、やっぱ市川もめっちゃあんなっていうのを改めてアニメ見て僕すごい感じてるんですけど、なんか二人の関係性がみたいな、僕はすごい甘酸っぱいみたいなイメージがやっぱすごい強かったんだけど、やっぱ市川がめっちゃいいなと思って、山田ちゃんももちろんいいんだけど、めっちゃいいキャラしてて、海外もこれもう気づいてるのか、6ランク上がって4位というとこで、山田ちゃんも4位というとこね、さすがです。はい。というとこね、これ仕組まれてるのかもしれない。第5位が、中見ガンタというかね、僕に似てると評判の5位、中見くんが2週列5位というところね、僕は5位です。はい。第6位がグエル・ジェターク、2ランク上がって6位というところね、グエルくん、まだ1位に返り咲く時が来るのかというところですけどね、これ6位と。第7位、島宗介、1ランクダウン7位というところね、まあ、島くんも結構抑えめの順位かな。第8位が、ノア・ウィン・ナイトというところで、これあれですね、彼女は公式で言った理由の男側はね、これは主人公っていうか男性キャラなのか。うん、っていうところで、レディーナが1位なんですけど、ちょっと待って、メガネ出た。ノア・ウィン・ナイトが8位というところです。すいません。第9位が、マシュバーンデという、マシュバーンデ入ってね、9位、リゲントリー、再びハイランク入ってきた。第10位、カマロ・タンジロ、再びランク入ってトップ10というところね、
特等区はなんとか入ってこないんじゃいっていうところなんですけどね、今回炭治郎ようやくまだ入ってきたというところで、ダンスキャラになってます。はい、では最後ですね、2人組もトップ10紹介して以上となります。2人組もトップ10、それがこちらというところで、ガンタイザキなんと3週連続1位でございます。おめでとうございます。いや人気やなぁ、彼女が、ちまった君や放課後インソムニア、人気の中でやっぱこの2人が、人気という、これもうやっぱ本気はね、ほんと珍しいんですよ。ほんとマジで毎回アニメトレーディングって作品の1位のが作品キャラが1位みたいな、もう結構マジでそんな感じだったんですけど、本気はやっぱなんか流れ風向きが違うね、ほんとにね。うん、ということで、マガリちゃんと中見くんが1位と、おめでとうございます。第2位が京太郎アンドというワンランク上がって2位、ついに次回1位来るかこれ、おい1位来るかこれ、おっしゃたまんねえっすよ。2位、第3位がノアとレリアナという、やっぱ本当に人気なんだよね。3位、第4位がアキとアカネという、ここもたまんないね、2ランク上がって4位、第4位はソウスケ3つ目というワンランクダウンも5位、第6位がイチローしおり、これはあの大人銀河のね、キャラですね、6位と、第7位がマルとキルコ3週連続7位と、マルとキルコもいいのかこれ、はい、まあいいかこれはいいの、OK、第8位がジュンタ・ナギサでワンランク8位、第9位太陽明かれワンランク段の9位、太陽明かれこれもっと上がっていいぞこれ、あマジよこれ、もろに事情知らない転校生が言うくるね。はい、第10位がナサつかすオートダビランク相手で、とにかーさー、なんかエッチよねなんかエッチくない、あフーコメディなんでね、なんかバリバリキスシーンとかめっちゃあるんですけど、普通はさやっぱな言ったら終わりじゃん、なんかそのさ僕とにかわってなんかやばいな、なんかすげえなって、どんどんなんかキュンキュンと、まあ、外しくなってきたんですけどね、まあ、いいですね。はい、っていうところで、まあ、かなり今期興味深いランキングが並んでますけどね。女性キャラ男性キャラはまあ1位がまあ必然的に変わる中で、なんとね、レディアナとマルで1位取って、そして、2人組は3週連続、眼帯席で1位で獲得でございました。おめでとうございます。はい、という感じで、今期2023年春アニメ、第8週目の会議キャラクターに企画トップ10の紹介は、以上となります。この先ありがとうございました。ぜひ皆さんの、コアになりつつ対する感想とか、皆さんのお叱らなんかのコメントいただけますと嬉しいです。で僕自身ね、あの個人的可愛いキャラなんてまだね今期上げれてないですんで、あのこの動画言ったのはちょっともう記憶があれなんですけど、動画立て続けに今撮ってるんであれなんですけど、出しますんでね。はい、僕が誰を推してるのか、僕がねどんな趣味思考を持っているのか、もうそれが明らかになるランキングがねまた来週に上がります。はい、ね、まあ、今回まあランキング上げて、また9週目のね、ランキングも、まあ、早ければ来週、まあ、来週には絶対上げるな、まあ、早ければ 2,3 日後に上がります。それもお楽しみで、僕もまだ順位見てないので、そこは楽しみにしたいなと思いますけどね。海外キャラ人気もね、今期はちょっと本当いつもと違う傾向だなっていう感じを持って見てますけどもね、またそれはそれで面白いって言った中で、君は放課後インソムニアじゃね、彼女が高弱点に行った理由はね、なんかすごい人気で、ね、まあすごい驚いてる、ところでございますがね、こんな感じの1位というランキングでございました。はい、でもしよろしければね、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、今回の動画は以上としています。最後までご視聴ありがとうございました。